オフェク重装甲兵員輸送車は、イスラエルで2015年に開発された装甲兵員輸送車で余剰化した主力戦車であるメルカバマーク2から砲塔を取り外し、兵員室を搭載した車両である。名称のオフェクは、ヘブライ語で水平線を意味する語で、1980年代から同じくイスラエルで開発されている偵察衛星にもオフェクの名が付けられている。 イスラエル国防軍は余剰化したメルカバマーク2を数百両単位で保管しており2015年にこれらの車両をベースに低コストの重装行兵員輸送車を開発することが計画されたこれ以前にも最終的にメルカバ MK4 の車体をベースに量産化されたナメル走行兵員輸送車の開発時にもメルカバマークアイナイシマーク2の車体を用いた 試作車両が開発されていたが、2015年に開発されたオフェク走行兵員輸送車は、ベースになっているメルカバマーク2の車体そのものにはほとんど改造を施さず、砲塔部分だけをすげ替える方式が取られている。イスラエル軍ではすでに、前述のナメル、及びチラン号をベースに改造したアチザリットを、戦車をベースに製造した重走行の兵員輸送車として運用しているが、 これらの車種が主に前線部隊の不評部隊で運用されるのに対し、オフェクはやや後方の支援部隊、例えば衛星兵部隊や救援部隊、物資の輸送部隊といったところでの運用が考えられている。現在こういった支援部隊では1960年代に開発されたアメリカ製の M113 装甲兵員輸送車が引き続き使用されているが、M113 は もともと水上航行能力を考えて、軽量のアルミ製車体を採用していることもあって、地雷や仕掛け爆弾、対戦車ロケット弾などに対する防御力が十分でなく、イスラエル軍では増加装甲を装着するなどして対策が取られてきたが、1980年代以降には、前線部隊の M113 は、重装甲のナグマショットやアチザリットに更新されており、オフェクは、 広報支援部隊で運用が継続されている M113 系列を更新する目的であると見られる。オフェクの開発が進められた背景には、前年の境界防衛作戦の際、ガザ地区に侵攻した、ゴラニ不評旅団所属の M113、装甲兵員輸送車が攻撃を受け、登場していた兵士7名が死亡した事例があるとされる。オフェクの構造は前日のように、 砲塔を取り外したメルカバマーク2の車体に箱状の兵員室を搭載したもので、車体そのものにはほとんど手を加えないことで、低コストでの回収を実現している。元のメルカバの車体の砲弾搭載スペースを乗員用スペースとしたことにより2名のクルーのほか20名の兵士が搭乗可能で、乗り降りは元々メルカバの車体後部に備えられている。ハッチをそのまま使用する。 兵員室の周囲にはバーアーマーが装備され、兵員室ルーフ上には 7.62mm 機関銃1丁を装備可能である。搭載されるエンジンもメルカバマーク2と同じ出力 900HP のコンチネンタル製、アブズ -1790 から 6A ディーゼルエンジンで、エンジンが車体前方に搭載されており、エンジン自体を搭乗兵士を防御する。 構造物として使用している点も当然ながらメルカバと同様である。オフェクの試作車両は2015年春にヨルダン渓谷で行われた演習において第36機講師団霊下の第7機講旅団司令部の要因によってテストされ良好な評価を得た。この演習ではイスラエル国防軍参謀総長のガディエーゼンコットも直接視察に訪れオフェクの運用状況を確認した。 いくつかの情報源によれば、イスラエル軍では、オフェクに準ずる、メルカバマーク、ツーベースの派生車種を検討しているとのことである。これらは例えば地雷、原の警戒車両や、監視用の車両などであると見られている。ありがとうございます。